はい、皆さん、こんにちは、北野です。今日はですね、インスタから月間100人集客するためのフォロワー増加戦略3つのポイントというテーマについてですね、まあ、3分以内でお伝えしていきたいというふうに思います。で、まずですね、まあ、今回、まあ、運用させていただく弊社やいろいろアカウントを運用しているアカウントが、まあ、こちらだったりとか、こちらだったりとか、それ以外にもですね、まあ、合計数字アカウントを運用させていただいている中でですね、まあ、今日は実際フォロワー伸ばすため、そしてインスタを使えばですね、まあ、初心者としてもコストをかけずに集客をすることができる、そのポイントをお伝えしていきますと。で、まず1個目っていうのが、まあ、コンセプト統一感、2つ目がタイトル、で、3つ目がアカウント滞在率を上げるための施策というテーマ3つ話していくんですけども、まずこのコンセプトに関して重要になってくるか話していくと。で、まずやっぱりね、デザイン設定はすごい重要になってきます。まあ、例えば、この1個のアカウントとかであれば、まあ、しっかりとやっぱ統一感をアップしています。例えば、まあ、リール投稿という形で、まあ、写真文字を入れる投稿という形でうまく組み合わせて、まあ、格子状のね、網目状みたいな形にして統一感を、ね、保つようにしているという形になります。まあ、このアカウントとかであれば、逆にリールを上げてないんですけど、全部文字入れ投稿。この場合は、例えば顔出しをしてないので、顔出しできないよっていう人は、こういうアイコンとかをですね、まあ、2000、3000とかでイメージで作ってもらえたりもするので、こういうアイコンを設定して、基本的に顔出しをせずにこうやって運用するっていうのも、ありかなと思います。これは僕の1個のテストアカウントですね。まあ、あとはね、まあ、顔出しできるよとかで、まあ、女性の方とかであればですね、まあ、こういう形で、まあ、しっかり統一感を出していってアップをしていくということですね。で、大事なのが、やっぱこの色合いですね。例えば、ベージュだったらベージュとか、グリーンだったらグリーンという形で、しっかりとやっぱ統一感を、ね、持たせていくというのはすごい重要になりますので、例えばこのアカウントだけすごい、どぎついピンクの投稿を使っているとか、色合いを使っているだったりとかっていうと、やっぱちょっとね、違和感を感じて、フォロワーが増えにくいということがありますので、まあ、これは白ベースで、ね、統一してますけども、その色合いっていうところですね、をしっかり統一していくのが重要ですと。で、あとはですね、やっぱこのダサい、見られないし伸びないということで言うと、やっぱそのデザインの色合いとかもそうだし、まあ、あとはですね、実際に、この文字入れですね、これが例えば、まあ、自分でお絵描きみたいな形でぐちゃって書くとですね、まあ、全然かっこよくないというか、おしゃれではない投稿になってしまうと、やっぱり伸びにくいということがありますので、まあ、そこのデザインは気をつけた方がいいかなと思います。じゃあどうすればいいのかって時に、初心者に今すぐできることとしては、文字入れツールですね。で、これがいわゆるキャンバーとかフォントというものです。まあ、これ後でね、ググっていただければと思うんですけども、まあ、こういうのを使うことによって、本当に初心者だとしても、こういうプロ並みのですね、まあ、デザイナー並みの文字入れというのは本当に3分、5分くらいで、ね、作れたりするので、まあ、ぜひこれね、試してみていただければと思います。またその使い方についても、ね、後ほど動画をアップしていきたいと思います。で、2つ目はですね、タイトルの重要性って話で、このタイトルは特にね、文字先あたりもインスタにタイトル入れるのが主流になってきましたけども、どういうタイトル入れるのかって話なんですよね。で、ここで気をつけてほしいのが、しっかりとですね、まあ、誰が見ても内容が明確に分かる、いわゆる小学3年生の男の子が見ても、30代の女性の方が見ても、一発でこの男は何の話をしているのかっていうのが分かるようにしないといけない話なんですよね。で、例えばこのやったら成功しない人の3つの特徴だったら、これは成功するための考え方についての投稿なんだとか、あとこれだったら集客、LINE かけるズーム、これで1億の売上げ成功で、この投稿はビジネスで特にお客さんを集めるための方法についての投稿なんだっていうのが一発で分かりますよね。フリーランスに必要なタスク能力、これだったらフリーランスの人だったら自分に関係がある投稿なんだな、この投稿を見ることでタスク管理のやり方が分かるんだなってあったりとか、あとは実際にですね、SNS 集客の3つのポイント、例えば集客に興味ある人だったら、この投稿にすぐに反応していただけるということになります。で、逆にですね、ここで言う、キーワードを多くの人は入れてない人があまりにも多いということなんですけど、いわゆる主語とか目的が抜けてるっていうのが、いわゆる悪いところということになります。で、主語とか目的が抜けてるタイトルってどういうものかっていうと、例えば、こうやったらインスタで作れる売れる仕組みってことで、もうインスタを使ったマーケティングの投稿って一発で分かるわけですよ、タイトルを見るだけでね。そうすると、ビジネスに興味ある人はこの投稿に反応していただけるということなんだけども、例えば、こうやって主語とか目的が抜けてると、例えばね、ちゃんと仕組み作れてますかっていうタイトルだけだったら、何の話してるのかよく分かりませんよね。であったりとか、まあ、あとはですね、例えばこれ理想のお客様を引き寄せる方法っていう投稿があります。まあ、これもいわゆる集客に関する、タイトルだって分かると思うんですけど、こういった目的を理想のお客様を抜けたら、ただ引き寄せる方法だったら何の話してるのかよく分かんないわけですよ。ってなると、結局お客さんにクリックされないから認知率も上がらずにお勧めに乗ることもないということになってしまうので、しっかりその仕事目的を明確にしていただいた上で魅力的なタイトルをつけていくっていうのをですね、意識していただきたいと思います。で、3つ目はですね、アカウント滞在率って話で、まあ、インスタグラムで実際にフォロワーを増やすためには、まあ、いろいろ方法があるんですけど、まあ、意図的にね、インスタグラム上でこちらからメッセージを送ったりとかコメントしに行ったりとかフォローしに行くっていうのも大事なんだけども、それ以外にもこのアカウントを見た時に滞在率ですね、例えば A さんはこのアカウントを見た時に、例えば5秒で離脱しましたっていう人と、逆にこのアカウントを見て3分ぐらいね、過去のこの投稿を見ていただいて、そして過去のこのハイライトっていうね、これは自分がアップしたストーリーっていうですね、まあ、24時間にける魔法とか、これを、まあ、アップして、保存したことができるんですけど、こういうところを実際クリックすると、まあ、過去のこのじゃ田尻愛子さんの方がアップしたストーリーを見れるわけですよ、無限にね。っていうので、これをずっと例えば10分ぐらい見てくれると、まあ、維持率は10分ってことになるんですけど、この維持率の時間が長いアカウントほど、インスタグラムは、このアカウントは維持率が高いイコール、人気のアカウントだっていうことで、おすすめに載せてもらいやすくなるわけなんですよね。まあ、インスタグラムで言うと、無心眼マークのところにっていう話がありますので、まあ、これは私のアカウントももちろんそうです。だからこそ結構僕もですね、ストーリー1日に、まあ、3回から4回ぐらい置いておいたアップをしたりとか、こういうハイライトでカテゴリーに分けてね、ストーリーをこういうところに保存していったりとか、また投稿毎ちゃんと行っていたりという施策を取ってるわけなんですけども、まあ、皆さん、ミニスできる施策としてはしっかりとストーリーとハイライトを活用しようというところと、まあ、日の投稿でね、週5で最低でもやっぱアップしてほしいなと思います。で、あとやっぱストーリーもですね、1日に大体まあ3から4ぐらいはできればアップした方がいいかなと思います。これでやることによって、しっかり接触回数が高まり、お客さんに自分という存在を思い出してもらえる回数が増えるんですよね。逆に集客できないとか、問い合わせが来ないっていうのは結局のところ、お客さんに覚えられていない、忘れられてしまっているというのが原因だったりしますので、ぜひこういったところを見直していただきながらね、もう一度インスタグラムね、運用されている方とかね、これから運用していきたいという方に見直していただきたいなというふうに思います。はい、ということで今日の動画少しも参考になった方は、ぜひ、ね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もなしの概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしてみてください。